ですね、本当は7月の生のクラゲをこう持ってくればいいんですけども、まあ、取れなくなる可能性があるので、事前に漁師さんにお願いをして、冷凍保存してくださいねってお願いをしました。で、昨日の時点で平田展望館の方を持ってきて、解凍しようと思ったんですけども、意外とですねクラゲ凍ったままでですね、実はまだ凍ったままで、で今3個体いるんですけど、3個体が固まって凍ってるというこの最悪な状態なのですね。なのでなかなかこの構造を見るっていうのができないんですけども、まあ、だんだん少しずつ、乾いてきて、それなりのツヤになってきたので、紹介したいなというふうに思います。まあこれがうまい蓋っていうのはちょっとほっといてもらって、この寒天室にこの綺麗になっているこの部分ですね、この部分が、ちょうど傘の部分になります。それから、ここの茶色い部分ですね、この茶色い部分をがこの部分になります。で、皆さんこれ言い方が、毎回違うんですけども、ここを、足と言ってみたり、頭と言ってみたりっていう風な言い方が、まあ、バラバラですね。なので人によって違うかと思いますけども、学術的には、正式には、ここの部分を口腕という風な言い方をします。足ではなくて口腕なんですね。口、腕なので、泳ぐための道具ではありません。そういうふうなものです。で、ここの部分がこれですので、まあ、ここのところで頑張って餌を集めているっていうふうなものです。で、そこから先にあるんですね。そこから先に本当は、ダラダラとした細いものがあります。で、細いものっていうのはよく、海に行くと細長い茶色いものがバーッと浮いてると思いますけども、それが大体、口腕付属器って言われるふうなものになります。で、口腕付属器はですね、何であるのかってよくわからない。よくわからないんだけども、まあ、一応機能としてあるんだろうと思います。で、切れても生きれるようです。そこをバサッと切って、中身がどうなってるかっていうのが、こういうふうな感じです。構造はこんな感じになってるんですね。傘があって、口腕があって、口腕付属器があるというふうな感じになってます。で、バサッと切ると、傘の部分っていうのは、ずっと全部寒天というわけではなくて、寒天のところが、この厚さ分あると。で、その下には、いろんな機械があります。例えば、管楽器はいいや、生殖巣ですね。生き物がちょっと重要ですけども、生殖巣があったり、それから胃ですね、胃があったりします。こういうものが、この傘の中に含まれてます。で、餌を取る部分はここの部分ではなくて、口腕っていう部分です。で、口腕っていう部分もですね、実はすごく複雑な形をしておりまして、この中は、分岐水管系って書いてありますけども、空洞になってます。なんか空洞になっているので、その空洞の中をこう餌が通ってこう上に上がってきて胃の中に入れていくというふうなことになります。じゃあ本当にそうなっているかどうかっていうのは、少しこれから見てみたいというふうに思います。で、上の傘の部分だけを今除去したところです。で、傘の部分ですけども、傘の部分を裏側にしたところは今こういう風な感じになってます。で、本当はこんな氷はありませんこんな氷はありませんけど、ちょっとこう茶色の部分がですね、実は、クラゲの全部が茶色っていうわけではなくて、一部だけなんですよ。それからですね、さらにこっち側ですね、今度は下側、この口腕の下側を見てもらいたいと思うんですけども、口腕の肩の方は、まあ、そんなに針があるわけでもないので、まあ、少々触っても大丈夫っていう感じですね。で、手触りも実は、今これ凍ってますけども、こっちの方が硬いんですね。解凍してても辛いので、食べる方はこっちですね。はい、有明海とかで今、人気になって食べてるのはこっち側です。で、こっちの方も食べなくはないけど、これよりは断然安いんですよ。だから漁師さんが
漁してきて、クラゲを売るときには、こっちはすごく高値で売れるんだけど、傘の方は安く売っちゃうので、傘は捨てちゃうんですね。海に捨ててしまうんですよね。なので、有明が実は。特にですね、クラゲって本当いろんなところが使えるんだ。本当は傘も使えるし、港湾の方も使えるんだけども、中国に全部依存してますので、高い方を皆さん使うというふうなことになります。なので、本当であれば、地域の目指すところであれば、実は、まあ、これだけ使うんではなくて、傘の方もしっかり使うというふうな文化がこう起きてくれば、おそらくクラゲ文化としてはうまくいくんだろうというふうに思っています。はい。で、本当はですね、細かいこの聖書姿勢のところも見てもらいたかったんですけど、本当もう完全に凍ってますので、はい、あとは、実際に見ていただいて、もし質問があったら受けたいと思いますので、何時とか今、はい、15分ですね。あと15分ですね。私ここにいますので、実際に触りたい方は手袋をつけて、触ってみてください。で、解剖したい方はメスをお貸ししますので、解剖していただいても構いませんけども、凍ってますのでかなり危険ですので、気をつけてくださいね。で、質問があったら私の方で受けたいと思いますので、あとは自由時間にしたいと思います。本当であればきちんと解放したかったんですけども、やはり難しいですね。両方して去年は成功したんですけども、今年はちょっと失敗ということで申し訳ないんですけども、こういうふうな感じになっておりますので、まあ、これで有明海にいるこの、ビゼンクラゲっていうクラゲも、まあ、いるよと。で、それもいろいろ食用になったり使われてるよっていうのを理解していただいて書いていただければいいかなというふうに思いますので、どうぞクラゲの方も好きになっていただければというふうに思います。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。